か思うようなプレーができませんでした。辻フェイクを入れた、下を通して一塁です。決めました。これでイーブン2対2。さあ若手とベテランの融合、サンロッカーズ渋谷、渡してバックしただけ、今日2本目。マカドゥとのパス交換で入ってきた高橋、タフショット、マカドゥが来た、タップで押し込みました。マカドゥもっとタフに行きたいところですか。そうですね、ワンフェイクで剥がされてしまっているので、そこをしっかりついていきたいですね。さあ速攻です、奪ってから速い渋谷、マカドゥ。そうですね、ハリルソン選手が離脱してどうなるかなと思ったんですけど、渋谷はディフェンスもオフェンスも強度を落とさずに、まあ、プレーしてます ね。もう基本的にはもうやることは、ベテランシューターです。大島、ね、スティールから回った、広島の電光石火寺島、いや早いですね、このシーンです。奪って回ってスピードアップ、レイアップで決め切る寺島です。さあ来るか、辻の3、おー、タモバ奪った、マカドゥから田渡り、パス交換、マカドゥ14番マカドゥ、あのプレーをもちろん増やしていきたい、広島はけなしたい、そこですよね。エチェニケ行く、エチェニケ行く、フィジカルモンスター多分これ溝落ち、ボールがもしかしたらエチェニケのディフェンス、今日あそこ狙ってますね、狙ってますね、奪った、さあ速攻です、寺島から青木で仕上げました、拾った田渡り、さあ速攻、奪ったら速攻、渋谷スタイル、手を上げる下竹、おお、田渡り来ました、早いですね本当に。さあ速攻広島です、辻スピードアップ、辻からエチェニケ、エチェニケ、エチェニケ、いった、渡辺がタフに行きます。このオールコートディフェンス、捕まりたくない広島です。かわした、エチェニケの、おお、重戦車タップ、関野、渡辺、さあ渡辺もう一度関野のスリーポイントが来た、選手が盛り金だと、そんなこともコメントを残しています。さあマックス下竹出ました、飛びます、マックス下竹、解説中間翔平さんです。マックス久武、もうマカルマックス久武、もうエンタメ性 100%。 さあ CJ クルス対戦、ゴリ押し CJ、 辻 CJ ハンドオフで辻のスリーポイント、ああ来ました、来ましたね、ニックメイヨがポイントになります。ここで起点になって、さあどこに出すか、辻、ベンドラメのディフェンス、かわした辻、スリーポイント、あー、来ました、来ましたね、1本シュートを決めて、シュートタッチ取ると、やはり自信持って打ってきますよね、もう狙ってますもんね、1クォーター、2クォーター、3クォーター来ない、でも第4クォーターで連発、辻直人、やっぱりそんなもんなんですか、シューターは。いや、そうですね、なので打ち続け、もちろん両者、勝って終わりたいこのゲームです。辻が行く、強引に行く、タフショット、ニックメイヨ助けました、メイヨ、広瀬通した、久武、ああもう一人かかった、ね、フリーでオープンで渡り、ああ、そして久武攻守で大活躍、マカドゥ、ジャクソン、青木レイアップ、メイヨ、いいですね、 CJ、 チャールズ・ジャクソン、リバウンドファイター、ゴリ押し、 CJ が行った、バスケットカウント、広島もかなり気がしてると思います、ね、チャールズ・ジャクソン、トーマス・ケネディ、さあケネディが行った、来ましたね、セットオフェンス作ったところから入ってきた、コーナーオープンだ、広瀬の3リバウンド、カップでどうだ、マカドゥ、マカドゥ、マカドゥ、ここのリバウンドですよね、守れるかどうか、さあダブルチームで行った、空いたところがある、ニッセイゴー、気迫のダンク、見てください、これ何かが見えます、興奮マーフィー、いやもうマーフィー選手肩大丈夫そうですね、もうこれまでの悔しい、ファールはもうしないですね、
ファウルゲームはですね。さあ辻、ここで試合終了